見ました？ TD4 私も見ました。ガン見しました。あれタミヤダートだって思ってるでしょ。あ、いいんですよ、それは仮の体裁上の体裁上のネームなんでね。あのライブ終わった後ね、あのパイセンから連絡来ましたよ、ごめんねって。コンプライアンスあるからね、あれはタミヤダートってね言ってるけども、本当は心の中では高橋大好きだからね。まあそんな連絡はなかったですけどね、はい。皆さんこんにちは、画家の高橋です。いやー、公開されましたね写真、皆さんどう思われました？まず私ね、全体のシルエットとパッケージ感っていうんですかね、なんか真上から見た時に長方形の箱の中にこうすっぽりこうね、薄めの長方形の箱にすっぽりと収まる感、四隅っていうんですかね、そこがものすごく端正に綺麗に収まってるんですよね。そのパッケージ感ってのがかっこいいなと思ったのと、やっぱりね、私何より感動したのが、結局今のレーシングバギー、競技バギーを、まあ、追っても仕方ないんですよね。あのより高性能なもの、より走破性の高いもの、よく走るものっていうものを追っていっても、それはタミヤじゃないなと、まあ、そういう時代があったとしても今はその時代ではなくて、あくまでねタミヤが作りたいものですね。これがタミヤの四駆バギーだぜ、 This is タミヤバギーだぜと、まあ、そういった思想のもとに作り始められたバギーなんじゃないかなっていうのをすごく感じまして、あとやっぱ世の中が求めるこうタミヤのホビーとしての RC カーバギーですよね、それに求めてるものっていうのはやはりね、こうアニメから出てきたような、漫画から出てきたようなコミカライズされたものっていうのをこう具現化した可愛らしくてかっこいいこうホビー要素とかね、夢の詰まったマシンっていうのがやはり世の中が私求めていたものじゃないかなって、さすがやっぱりタミヤさんだなと思いましたね。あとデザインもかっこよかったですよね、さすが根津幸太さんですよね。あのこれは TA08 ですけどね、四輪にフェンダーそれぞれ つくっていう、あの発想とかですね、普通に考えるとね、フェンダーってこうショック動いたら当たっちゃうけど、あれタイヤについちゃってるからタイヤと一緒にこうフェンダー動くじゃないですか。それがすごいなって思ったりとかですね、やっぱあの過去のスーパーカーって、私小学校の頃ね、スーパーカーブームってあったんですけど、例えばじゃあなんだ、ランボルギーニってめちゃめちゃ流行ってかっこよかったんですよね。でランボルギーニが、私あんま詳しくないんでちょっとあんまり軽率なこと言えないんだけど、あのランボルギーニってかっこよかったけど、やっぱ今見るとどうしてもどう古臭いね、どうしてもやっぱ、あ、昔のものなんだな、当時としてはなんかまるで UFO かとやっぱ思ったもんだけど、今見ちゃうとやっぱりいろんなと各部でね、デザイン的にはやっぱその70年代80年代のやっぱこうデザインなんだなっていう感じはするんだけど、それが今になってあのランボルギーニだとディアブロとかですかね、古いのかもしれないけど私は分かんないんで、でも相当洗練されて相当かっこよくなってますよね。私あのアバンテのデザインからもうそれを感じたんですよね。なんか一見どこがアバンテなんだろうって感じするんだけど、やっぱりね、要所要所見るとあれは明らかにアバンテの流れからの現代の形なんですよね。あのエッジの効いた感じとかなくなって、こう丸くデフォルメされて、正面から見るとね、キャビンがこうファッとこう丸くなってるところとか、やはりねアバンテの要素って私の中ではね、残ってるなって、強く残ってるなって感じたんですよね。やっぱりどんな世界でも突き進んでいくとね、どん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 こう効率化とか、あと速さとか格好さっていう、その先の形になってどんどん進化していきますが、もちろんねそれは素晴らしいことなんですが、私ね最近あのバイクに興味あるから分かるんだけど、やっぱこういろんな趣味嗜好っていうのがあって、当然そのレーシングライクな先っていうのはあのスポーツカウルタイプのバイクにあるのかなと思うんだけど、だけど現代のデザインでのこう古き良き時代の雰囲気を残した現代のもの、古き良き時代のものをそのまま出してきたものとか、あとアメリカンなスタイルとかいろんなのがあって、やはりその最先端だけを追うのがやっぱホビーではないし趣味ではないなっていうのを強く感じさせられた今回のアバンテだなと、タミヤの考えだなっていうのを感じました。でじゃあちょっとね見ていきましょうか、私と一緒にね。これねタミヤライブのやつね。でこの時にほら中にね、なんだクランク、ショックのクランク、あ、なんて言ったっけ、クランクアームが見えて、あ、これインボードサスペンションなんだなって分かったのと、
いや本当四駆にしてはめちゃめちゃシャープに作ってきたなと、もう本当パッと見肉に見えちゃいますよね。で一瞬このねナックルとか関係もあれまさか昔の使い回しかなと思ったけど、そうじゃなかったですね。よかったと思って全部完全に金型新設計、この金型新設計全部やるっていうのは今このご時世やるなと、さすがタミヤにしか本当できないなと。でんなことはないんですけどできるけど、いやすごいなと本当思いましたね。これねフェンダー取り外せるようになってるけど、私やっぱフェンダーつけたいですね。まあこれもいろんな楽しみ方あるんで、やっぱりこうカスタムっていう形でね、こういう系統で進んでいったり、もっとこうスパルタンにね競技ライクに仕立てたりっていうのも、まあユーザーの自由ですからね。すっごい細くないで、こうあまさかのバッテリー立て置き思いましたけど、これね、まあ、ちょっとここからマニアックな視点というかね、すれたあの競技ライクな競技をやってきた私の視点にはなるんですけど、今手つきやらしくないですかこれねこのシャーシの裏でしょう、これ横、これ立方のショート立方の横置きが乗るぞと、これ乗っちゃうなと思いましたねこれでタミヤからショートリポは出してないですよ、うん、出してないから本来それを設計する理由はないんだけど、そういった広い層のユーザーにも楽しんでもらえるようにっていうタミヤの心の懐の広さを感じますね。まあ多分乗ると思うんですよ、分かんないけど、これショートリポ横向けたらちょうどスコッと入るんじゃないかなと。でバギー楽しむのにもね、いろんなスタンスがあるんで、まあ、必ずしもねこのタミヤのスティック型のものを使って遊びなさいって提案してるわけじゃなくて、まあ、いろんなスタンスの方にぜひこの新しいタミヤのアバンテ使ってねっていう、なんか心の広さ懐の広さって感じましたね。あと皆さん気づきました、みんな気づきました、これフロントのあのね今あちょうど前にフロントのこうなってるところの横にポチ立ってるでしょ、これね、私ダンパーステイつけれるんじゃないかなと思ったんですよね。これあくまでアッパームの下からの穴なのかな、私ここにダンパーステイつけれるってことはそんなしてこないか。でもロアームの角度とか、このなんだろう、ロアームにダンパーステイをロッドエンドつけるところって、ね、もうどっちからもつけれるようになっていたり、ちゃんとロッドエンドの逃げがね設けられていたりとか、これダンパーステイをつけ消えれるようになってるのか、まあ、将来の拡張性なのか、もういきなりできるよって出してくるのか分かんないですけど、さすがだなといやいや分かんないよ、分かった、私は多分そうなんじゃないかなって思ったんですよね。これ今見る限り多分一瞬ユニバーサルが見えたような感じするんだけど、あこれでもダンパー性つかないかな、ただのアッパーアームの下からっていうだけなのかな。でもなんかその前の方にもねバンパーのところにも穴開いてるから、なんかその辺使ってね、なんかダンパーフロントダンパーステイつくんじゃないかなってなんとなく匂うんですよね。まあ、このやっぱりラジコンカーの魅力の一つに改造ってあると思うんですよね。まあ、これは改造って言い方とかカスタムって言い方とかいろいろあると思うんですけど、このユーザーの工夫で好きな形を作っていったり、思い入れのある形を作っていくっていう拡張性をいろいろ持たせてくれてるんじゃないかなっていうのは思いました。で、まあ、当然ね樹脂なんかもね、この動画の中でパイセンも言ってましたけど、樹脂の素材なんかもかなりこだわったと、相当いい樹脂が使われているんじゃないかなと思うんですよね。で最近のこの TA-08 とかもそうですし、最近出てくるタミヤのマシンそうですけど、樹脂がとにかくすごくいいんですよね。バランスが硬さとか重さとか、その組み付けのしやすさとかですね。いやちょっと見入ってしまったわ。これねやっぱこう競技バギーに使われてしまった往年のファンとかね、でもやっぱり入門用マシンじゃ物足りないと、ある程度一定のベテランになるとね、やっぱ入門用マシンじゃなくてある程度こう走行性能も高いものをガンガン走らせたいっていうのは、よくね結構話でもあるのが、入門用マシンとこう競技マシンと比べて、まあ、どっちが運転楽しいのっていうと、正直私みたいなベテランになっちゃうと競技マシンの方が運転してて楽しいんです。それ理由はよく走るから。よく走るっていうのは自分のね思い描いた走りとかイメージとか、その思い描いた動きとかっていうのを再現しやすかったり、より気持ちよく握り始めだったり、よりカウンターを当てたりとかですね、そういったこともやっぱ競技マシンっていうのは
体についてくるんですよね。例えば実写なんかでもね、あのなんだろう、軽乗車、あのこういうロープライスの軽乗車と比べて、あと運動性の高いマシン、ね、スポーツライクなマシン、どっちが運転して楽しいかっていうと、やはりこう一定以上運転ができる人にとってはそっちの方が楽しいんですよね。だからこう現代に出してくるマシンとしては走行性能もあって叱るべきだと私は思うんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、動画でもね軽くちらっと言ってましたけど、まあ、かなりよく競技ライクの走りの方にも なっていくことができるってね、パイセンがちらっと言ったような感じもしたので、まあ、その現代のマシンと張り合えるかどうかは置いておいてですね、より運動性能の高い走りを、かっこいい走りを気持ちよく走れたり、そんなマシンになってきてるんじゃないかなと、まあ、これ私断言しますけど売れますよ。でも結構なんか口ぶりだとね、あんまりたくさん作らなそうなねそんな口調だったね。やっぱこうバギーだから、あと価格もちょっと上がっちゃうからって、タミヤさんもねあんまりこう、まあ市場とかね、ユーザーのとも考えて、私でもねかなりたくさん売れると思いますよ。話ぶりだとね、まだプロトのものが入っていたりとか、まだ量産体制にね入っていないような、なんかそんな感じも見受けたんで、今からでもね数ちょっといけるんじゃないですか私いけるんじゃないかなと思いますよ。あとちょっと触れ忘れましたけど、なんかボールデフ入ってるっていうんですが、そのボールデフの簡単に誰でもね、いいデフをボールデフを作れるっていう新設計の、これまで既存のものをポン付けで入れるんじゃなくて新設計のものが作られてるって言ったんで、私はすごく楽しみですね。あのボールデフってやはりちゃんと作れればめちゃめちゃ優秀なんです。すごくよく走るんですよね。それも今のタミヤの技術と設計力を持って誰でも簡単にいいデフを作れるっていうものを見せていただけるんじゃないかなっていう、そういった構造の面でも、まあ、とにかく楽しみです。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガのウェブショップございます。そちらもチェックしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。